ご招待いただいてブルーインパルスに乗っちゃいます。おー初めて、楽しみですね。楽しみ。じゃあ航空自衛隊松島基地、宮城県にあります。ブルーインパルスの格納庫、あっちちょっと見えるかな、見てますね。エプロンには今ブルーインパルスがもうすでに機体が並んでます。かっこいい。はい、ここで今日一日お邪魔して、いろいろと体験させてもらおうと思います。いっぱい勉強してきて楽しみまくります。まず自衛隊機乗ったことあるんですか？自衛隊機前に、石川県の小松基地で F-15 に一度乗せてもらいました。これまたすごかった、最高でした。今日はブルーインパルス、ね、いっぱいで飛ぶ変態飛行なんで、もう最高級の飛行を体験できると思ってます。楽しみです。楽しみください。はい、先ほどの矢印がくっついていたことを比べると、78キロあるんだ。ワッペンを。ありがとうございます。つけていただくことですので。はい、ありがとうございます。はい、ああ、ここテレビで見ます。あ、そうですね。俺がやりたくて今日。ありがとうございます。はい、じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。いやーよくこんなことやってるな、みんな。すごいっすよ。びっくりする。初めてですか？初めてじゃないですね。なかなか一回前に入れてもらったことあるけど、あんまり覚えてない。でもこれ違うわ。エプロンが傘上げしたの初めてだ。震災初ですか？うん、エプロンが下にあった、なんか違った気がするな。でっかい格納庫いいな。お願いします。お願いします。はい、終わりました。はい、はい、はい、ジスってどうなるんですか？ここから空気が入ってきて、ここが締め付けられて、G がかかった時に血液が関心に行かないようにサポートしてくれるスーツですかね。上空で足がグッて締まるんですか？うん、なんかあの、なんだろう、足のマッサージャーの100倍強力な感じですかね。ちょっとお家に欲しいこの玉折ちょっときつすぎるとか。あ、はい、ちょうどいいと思います。はい、では足に移ります。はい、失礼します。少し締めてます。かっこいいですね。つけようかな、エクストラになるときは。エクストラもこれしたら、そうね、離陸できないのが重たくて。何キロぐらいあるんですか？何キロあるんだろう、7、8キロあるんじゃない？ありますこれ。そんぐらいですね、10キロあるかなんかぐらい。失礼します。そうこれでしょ、いい感じ。はい、いい感じです。はい、でマスクなんですけど、顎の方からこんな感じで。はい、ありがとうございます。いいですか？いいですか？じゃあ森田さん入ります。はい、失礼します。よろしくお願いします。重機飛行隊の、4番機を担当しております手嶋一です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、します。
それでははい、機体の方といいますか、搭乗のブリーフィングを私の方からさせていただきますので、はい、こちらの方にお願いします。はい、お願いします。はい、はい、行きます。その前に、はい、ちょっと私の方から、はい、あ、すいません、ワッペンを、あ、ありがとうございます、つけていただくことになりますので、はい、ありがとうございます、お願いします。これはブルーインパルスのエンブレムと、はい、こちら村屋さん用に、はい、今日は4番機に登場していただくというところで、はい、4のウィングマークをつけてますので、おー、はい、よろしくお願いします。お願いします。おー、ドルフィンライダー、おー、すげえな。今年の私のツアーワッペンっていう形で、毎年デザインが変わるんですが、はい、それの4番機バージョンっていう形で、はい、本当だ、ここに価格になってますので、はい、こちらもつけていただいて、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ああ、嬉しい、嬉しい、私も嬉しいです。ありがとうございます。まずは紙面でちょっと軽く説明したいと思います。はい、乗っている缶は、キャノピーの方に、はい、レールの方にですね、ハンドルがついてますので、はい、まあ、基本的にはそこを握っていただいて、はい、タイティングだというような形になります。はい、で乗り込む際なんですが、ちょっと足場が、悪いところでありますが、ラダーという脚立です、ね、はい、に、残っていただいて、実際にこのような形でエンジンの、インテークの上に乗ることが可能ですので、その脱出関係のエジェクションハンドルがですね、はい、このちょうど股のところにありますので、はい、まあ、あまりこうされない方がいいかなと思って、はい、手は基本ここですね。はいはい、これは押すと、タンクがついている場合に、緊急投棄をするようなスイッチになってますので、まあ、これも基本、まあ、タンクついてないので大丈夫なんですけど、はいはい、基本触らないと言います、はいはい、気をつけてください。はい、シチュエーションとしては4機で背面飛行をする科目があるんですけど、でその場合に、最後、離脱をする場合、うん、リカバリする際が4番機は上に逃げるんですけど、はい、ここでマイナス約 1.8 時かけて、はい、バーッと上がってリカバリをするという形になってますので、はい、ここでラップベルトとかが、まあ、緩いと、やっぱりどうしても頭を打ったりとか、はい、ちょっと体を持っていかれますので、はい、そこだけは注意していただいてと、はい、いう形になります。ワン、スモークって言ったら2、ワン、スモーク、ワン、1番機が、ワン、スモークって号令出すんです。はい、そしたらみんなトン握って、はい、どうですか、スティックに、ここにトリガーにある、はい、スモークスイッチがあります、はい、これを握ることで、はい、スモークが、はい、なので、ワン、スモークで握る。でも、親指も握るんですね。あ、まあ、ここだけでもいいです。はい、私はただ、こう。どっちですか、じゃあ合わせないと。どっちでもいいです。大丈夫です。ワン、スモーク。手嶋さんに合わせない。握って、グッと握って、ワン、スモーク、ドン。ワン、スモーク。ワン、スモーク、ドン。あ、ワン、スモーク、ドン。で、トントンロール。あ、すみません。トントンロール、スモーク、で、離す。ラウで、倒す。言い方が違うの？ちょっと、ちょっと、ちゃんと、これちょっと合わないと、かっこ悪い。違うんじゃないか。ストック、ドン、ストック、ドン、ストック、ドン、ボントンロール、ストック、離す、ナッ、ドン、っていう感じです。わかりました。もう今のいいんじゃないですか。もう一回練習。お願いします。で、ボントンロール、スモーク、オフ、ナウ、ボン。となります。おー、これで前期ドンとロールする。ああ、ここテレビで見るやつ。あ、そうです。俺がやりたくて今日来ました。ぜひこの後全員で勉強するな、これ間違いです。もうちょっとバッチシー決めていただいて。頑張ります。はい、こちらが機体実機になります。はい。はい、ブルーさんが乗られてるよりかは二回りぐらい。巨大な機体ですね。まあでもそうです、ね、これでも私たちが乗った飛行機の中で結構やっぱ小さめで、小さめですね、うん、はい、で先ほどのスモークの話は、この人差し指を押せば勝ちって、はい、これがスモークですね。押してないといけない。そうなんですよ。で結構意外と硬くて、はい、なのでグッと握って、あ、で今2段あると思うんですけど、はい、1段でも出ますが、結構操縦者によって好みがあるんです。グッと握りたい人はグッと奥まで2段、なるほど、私は2段引き派。あ、2段引き派。結構人によっては1段引きとかです。へ、なので飛びながら
スモークの指示が来たらずっと握って、なのでずっと腕には力が入っぱなしになってます。はい、という形になります。初めてこの機体に乗る人は結構違和感を感じて、圧迫感もありますか。はい、ここは視界が悪くなっちゃう。そうです、はいはい、結構景気飛行に近い形、一番際です。そうなんですか。はい、でたまに外を見て地点、あとはウィングマンを確認をしてって感じにはなってるんですけど、はい、今日はい、今日はそうですね、確かにこれもパフォーマンスです、はい、すごい、こちら辺全部が動かす。はい、これがここからそのオイルが出てですね、1回の袋の展示で200リッター使うか使わないぐらい、180リッターぐらいです、あとはもう場所によってはフルで使ったり、すごい10倍ぐらいですか。20リッターぐらい。あ、そうですか。2、30リッター。あ、実際、あ、あの機体に、はい、はい、グラウンドは、室屋さん含めて全員でステップする形でいきますので、1人5人に、急走ステップします。私も追っかけばいい。はい、1ストックストック1ストックトントンロー、ストックナックやっとよくやっとよくやっよろしくお願いします。ちょっとあまりもう時間も安いので、はい、天候の配置を意識してます。僕がここに書いてるところにちょっと細かく時間がいいのかな、ここの上空で説明したから。はい、はい、ちょっとこのブリーフィングちょっとドキドキしますね、緊張感があってね、あとバクバクしてきました。楽しみです。すべてお任せしてすべて後ろで動く、見動きせず見てます。はい、フルコースで行きたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。あとチート、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。